私の夢はプリンセスになることでした。で、私はプリンセスになりました。でも思っていたのと少し違うの。本当は人間の王子様と結婚するはずだったのにね。ああ、がっかり。嘘嘘、王子様も他のみんなも優しいから幸せよ。心残りなのはもうお父さんと会えないことね。お父さん、信じてくれないかもしれないけど、私本当は妖精だったのよ。妖精はね、朝露から生まれるの。だから親はいないの。でも私にはお父さんがいた。私にはお父さんは本当のお父さんだった。今までありがとう。そしてさようなら。ずっと元気でいてください、私のお父さん。Thank you.